ちょい、悪おやじとは、雑誌、レオンが提唱した、不良がかった、中年男性のファッション。あるいは、それをハントする、中年男性のこと。ちょい悪おやじや、ちょい不良おやじとも表記される。ファッションは、イタリアのおしゃれな中年男性を手本とした、コンサバファッションがベースとなっている。異性から支持されるファッションを基本としている。雑誌、グラマラスが、ぐらっとくる。 色気のある男性、セクシーな魅力が強い男性というちょい、悪親父と類似した定義を掲げて、蔵男という言葉を使っているが、こちらは東京のストリート、モードの流れから生まれた男らしさを前面に押し出したスタイルであり、ちょい、悪親父とは若干異なる。このスタイルをしている男性は格好だけ悪を気取っているのみで、 実際に暴走族や不良行為少年だった経験が必ずしもあるわけではない。ちょい、悪親父が年齢を重ねると、やんちゃじじいとなる。フランスの30代以上向け男性ファッション雑誌、ムッシュ2007年4月号では、21世紀の男女は、日本人という特集を組み、日本の服飾ブランドや時計など、日本製アクセサリーを紹介しつつ、 その中でちょいワルオヤジちょいワルオヤジを大きく扱っている。また、このブームをきっかけとして、ちょいワルといった形式で派生語が多数生まれた。その例が、ちょいワルマタニティなどである。また、番組名として、ちょいワルゴルフというものも存在する。a b 2 0 0 7年11月号、日経エンタテインメント、なノブ、山田のファッション観察機。 ボリューム78八グラ、男プロ野球開発のファッションアイコンダルビッシュ登場。男も色気の時代より2006年6月号日経エンタテインメント。ない、ノブ、山田のファッション観察機。ボリューム61ロックテイストパリコレにもストーンズの唇とした。この春夏はモードもロック。より、ありがとうございます。